い、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。5月14日金曜日のマットマネーですけども、この週前半はねめちゃくちゃ下がったんですけども、2日連続上がって終わりましたよね。ダウはプラス 1.06%、 SP500 はプラス 1.49%、 ナスダックはプラス 2.32% ですよ。いや、俯瞰で見るとこんな感じでね、これ999ですけども、ドーン、5月入って下がってたのが2日連続ぴょこんぴょこんと上がって終わりましたよね。でダウとか見てもこれですよ。月曜日に35下がって、火曜日ドーン474、水曜日にねもっとドーンと682下がったところで434戻して木曜日、そして金曜日も361上がって終わったと。でジム・クレーマーね、 CDC の新しいガイダンスからこのラリー生まれたんだって言ってるんですよね。そうですよね、前の動画でも言いましたけども、木曜日CDC が、もうワクチン打った人っていうのは、マスクしなくていいよと。で、特別な場合じゃなかったら、ソーシャルディスタンシングも必要ないよと。そういうね、新しいガイドラン発表したんですよね。で、ジム・クレーマー、マスクをしないって素晴らしいよなって言ってるんですよ。でね、マスクビヨーンって飛ばしてるんですよね。You don't have to wear this anymore! Or, maybe you didn't want to wear this one to begin with. Alright, anyway. で、CDC が新しいガイドライン出したの木曜日だったんですけども、もう金曜日の夜の子供のサッカーの試合とか行くと、もう結構みんなマスクつけてないんですよ。早ーって思ってね。またどんどんね、開放感が増してるっていう感じなんですけども、ジム・クレーマー、こういうね、リオープニングに際して株価の動き、これが間違いだと言ってるのがディズニーなんですよ。ディズニーがね、この金曜日ね、ドーン落ちたんですよね、2.6%。で、ジム・クレーマー、このディズニーの決算後の株価のうち、自分は完全に間違ってると思うと言ってるんですよね。もうマスクフリーなテーマパークなんだと。マスクをしなくていいんだから。で、これね、ディズニーね、5月13日の決算。売上ちょっとミスしたんですよね。予想 15.87 ビリオンのところを 15.61 ビリオンと、売上ミスして。ただ EPS は予想 0.27 のところを 0.79 と。で、動画配信サービスのディズニープラスの契約者数、これ注目されてたんですけども、これがね、ちょっと予想に届かなかったんですよ。予想がね、1億930万人のところを1億360万人と、ちょっと届かなかったんですよね。で、あれということですよね。ディズニープラスの成長、大きく減速してるんじゃないかと。で、まあ、パンデミックによる押し上げ効果ありましたから、それがね、薄れてるっていう面あると思うんですよね。ネットフリックスとかの新規加入者数も伸びが鈍化しましたから。で、そういうので株価がこう、ドーン下がったんですけども、ジム・クレーマーね、ディズニーは今回の決算もきちんと数字作ってきたと思うし、素晴らしいリオープニング株だと思うから、ディズニーこの下がったところ買いだと思うよって言ってるんですよね。もうクラシックなオープニングオブアメリカストックだと。で、なんだかんだ言っても木曜日と金曜日の素晴らしい株式市場の上がりっていうのはグレートリオープニングに向けてのものだから、ということで次の週のゲームプラン見てみようってジム・クレーマー言ってて、この週はリテールの週だって言ってるんですよ。経済刺激策で配られたチェックとかで素晴らしい数字が見られる、そういうリテールの決算発表が集中してる週だ、注目だよなって言ってるんですよね。はい、で、これいつものクレーマーズゲームプランなんですけども、まあちょっとね、リテールの決算の前に月曜日この2つ言っとこうって言ってるのがローズタウンモーターズとフィスカーですよ。2つの EV メーカーの決算発表あると。ローズタウンモーターめちゃくちゃ下がったよなーってジム・クレーマーやってるんですよね。ここ3ヶ月で 73% のダウンですよ。で、たった3、4ヶ月前とか31ドルだったのになーって言ってて、株価ね、これですけども、ほんとね、30ドル超えてたりしたのに、すーごい落ちですよね。で、今 7.33 ドルですよ。ジム・クレーマーね、以前にも番組で言ったと思うけども、経営陣が過剰にプロモーションしてると、そういうことが分かって、プレオーダーの数字とかオーダーに含めてたりして、それで今7ドルになってしまってるんだと。だから決算でこれ何言うのかなって言いながら、こっちの方がまだしっかりしてるよって言ってるのがフィスカーですよ。で、フィスカーもでも、まあ、スパック大体こんな感じなんですけども、ドーン下がってますよね。だけどジム・クレーマー、こっちの方がもっとしっかりしてると。他の EV 株と同じように株価は下落し続けてるけども、この決算発表、いいストーリー語ってくれると思うよって言ってるんですよ。特に自分注目してるのは、彼らの電気自動車版の SUV のオーシャンだと。フィスカーね。これですよ。オーシャンこれですよ。いいストーリー語ってくれると思うけども。ただね、ジム・クレーマー、
いいストーリーが株価に重要かどうかっていうのは分からないけどなって言ってるんですよね。いいストーリー語ったからといってここから上向きになるかどうかっていうのは分からないと、ドーン押してますからね、ずーっとね。はい、でそれで火曜日なんですけども、ジムクレーマー、リテールの決算発表の火蓋が切られる、ここからだって言ってるのがウォルマートですよ。でジムクレーマーね、ウォルマートね、上がってないんだって言ってるんですよね。今年これまででプラスじゃないんですよ。でこういう話がいろんなところで聞かれるんだよと。ウォルマートよくやってるんだけども、 e コマース分野がやっぱ全然ダメで、アマゾンにも望みがないぐらいの大きな遅れ取ってると、そういう声がいろんなところで聞かれて、でジムグレーマーね、自分はそのいけてない見通しっていうのを確かめることはまだできてないんだと。他の人と違って自分はウォルマートは持つに値すると思うよって言ってるんですよね。で自分のファンドも持ってるんだって言ってるんですよ。だからウォルマートの株ね、一回と落ちてから今回復してるところですけども、こっから上に行くのか下に行くのかってことですよね。で火曜日ね、さらにジムクレーマー言ってるのはこれですよ。ホームデポですよ。ジムクレーマー、自分のファンドはホームデポ今持ってないんだけども、もしかしたらそれはね、大きな過ちかもしれないって言ってるんですよね。でこの会社ね、 DIY のリノベーションとかガーデニングのシーズン迎えて、長年で最も成功の時期を迎えてるかもしれない。ただね、このホームデポいけてないことに、決算に向けて上がっていく傾向があるんだと。逆に言うと決算がちょっと下がる傾向がある。だからこのホームデポね、火曜日の決算なんですけども、月曜日も上がったんだったら決算後は売られるかもしれない。でもしね、決算が良くてそれでも売られたら、ホームデポそしたらそこが買いの好機で、そ下がったところから長期のポジション取ってってもいいんじゃないかなって言ってるんですよね。買いたかったら水曜日まで待った方がいいんじゃないかなと、決算後下がる傾向があるからって言ってるんですよ。でホームデポね、すっごい上がり見せましたよね。ほんと3月からどー上がって、で先週の前半売られましたけども持ちこたえてると。はい、でジムクレーマー火曜日さらに言ってるのは、メイシーズの決算発表あると。でジムクレーマーね、まあ決算はポジティブな感じなんじゃないかなって言ってるんですよ。まだまだね、全然本領発揮とはいかないだろうけども、数字的にもまだ空いてないとこも多いから、デパートにね、まだね、本当にお客さんどこどこ入ったりしてないから、その数字出てくるのはまだまだ後だから、本領発揮とはいかないだろうけども、でもやっぱり予想されてるよりは少しいい数字を出すと思うと。ただって言ってて、この株ね、この金曜日めちゃくちゃ上がったんだよなって言ってるんですよね。でこう 14% もこれ上がってしまってるから、決算発表後に上がるはずの分、この金曜日にだいぶ取られたんじゃないかなって、そこはねちょっと怖いよって言ってるんですよね。はい、最後言ってるのがテイクトゥインタラクティブですよ。ゲーム会社ですよね。でステイアットホーム時代には持っておくのに素晴らしいビデオゲーム株だったんだと。で今ねロックダウン株やられてるけども、自分はこの会社がやられるのには反対だって言ってるんですよね。自分のファンドもこの株持ってるんだと。テイクトゥインタラクティブ、ロックダウン銘柄だと思われてるけども、自分はそうは思わない。でねジムクレーマー、この会社のビジネスっていうのはどこにも行かないんだって言ってるんですよね。この会社のビジネスは素晴らしくあり続ける。で前回かなりいい決算発表したんだけども、そっから株価落ちてしまってるから、もしかしたらここから上がるかもしれないよって言ってるんですよ。で株価こんな感じでね、まあ3ヶ月前のね高いところから落ちてきてますけども、ジムクレーマー終わったとは思ってないって言ってるんですよね。ロックダウン株だとは思ってないと、上がるかもしれないと。はい、で水曜日なんですけども、ジムクレーマーね、みんなが大好きな3つのリテールの決算あるよって言ってるんですよ。それがローズとターゲットと TJX だと。でこのローズに関しては CEO のマービン・エリソンの下で若返ってて、ホームデポからシェアを奪ってると思うよと。だからローズもね、ホームデポと同じような株価の動きでドーン上がってますけども、ジムクレーマーやっぱポジティブなんですよね。でターゲットに関してもジムクレーマー、人気のディスカウント店としていい決算を出し続けると思うと言ってるんですよね。僕もこの前ターゲットで T シャツを買いましたけども。であと TJX ですよ。ジムクレーマー、この会社は静かに素晴らしい儲けを出す会社で、今回もそうだと思うと言ってるんですよね。だからこの水曜日の3つのリテール、ローズもターゲットも TJX もジムクレーマーポジティブなんですよ。であと水曜日言ってるのはアナログデバイシーズとシスコ、この2つの決算発表もあるよと。でアナログデバイシーズとシスコ
両方ともビジネスについていいことを語ってくれると思うって言ってるんですよね。すごくポジティブな見通しを期待してるって言ってるんですよ。アナログデバイシーズ、これ半導体デバイスの会社ですよね。まあ、ここのところずっと横ですけども、半導体で、あとはネットワーク機器のシスコ、じわじわ上がってきてますけども、ジムクレイもポジティブなんですよね。はい、で木曜日なんですけども、まず言ってるのはコールズの決算発表があると。株価がね、ここまで大きくラリーしてきたからちょっとひるんでしまうと言ってるんですよ。でコールズね、株価こうなってるんですけども、まあ上がってきたっちゃ上がってきましたよね。でこの金曜日もプラス 8% ですよ。でちょっとね、大きく上がってきたから決算前にこれだとひるんでしまうなって言ってるんですけども、ただジムクレイマーね、自分はこの会社を語るのにベストじゃないと、あんまり詳しくないかもしれない、もしかしたら他の人の方が詳しいかもしれない、それは正直に言っておくって言ってるんですよね。まあこうやってね、認めるとこね、自分大好きなんですけども、ジムクレイマーで、あと木曜日言ってるのはラルフローレン、これ決算発表あって、この会社っていうのはより若者向けに、より高所得者層向けになってきてる、いい動きだと思うよって言ってるんですよね。で株価ね、順調に上がってきてますけども、ジムクレイマー決算発表後アップグレードとかあるんじゃないかなって言ってるんですよね。で木曜日さらに言ってるのが、ペトコの決算発表あると。ペットのヒューマナイゼーション、人間化のテーマ、自分大好きなのみんな知ってるだろうって言ってるんですよ。パンデミックのペットブームで儲けることができてると思うと。だからこれも金曜日大きく上がったから、 9% 近くも上がったからどうだろうねって言ってるんですよね。決算前にそんな上がるとなーってことですよ。でまあこれ IPO してから、 IPO 価格上行ってないですけども、この金曜日はプラス 8.78% ですよ。はい、で木曜日さらに言ってるのがホーメルフーズですね。で最近ね、食品会社の決算発表結構好調なの多いよなって言ってて、だからホーメルフーズも期待してると。でこの会社ね、最近プランターズナッツっていうブランドを買収したんだと。でね、スーパーとか行ったらね、よく見るんですけども、このブランドですよ、プランターズナッツ。でジムクレイマーはね、このブランドのことをスーパーマーケットの歴史上最も人員不足で投資がなされていないブランドって言ってるんですよね。でそのブランド買収して、ホーメルフーズがこの買収すでにポジティブに働いてると思うと。でそのポジティブ具合を、そのいいストーリーっていうのを今回の決算発表語ってくれると思うよって言ってるんですよね、ホーメルフーズ。まあ株価的にはずっと横ですけども。はい、で木曜日ね、あと最後言ってるのがアプライドマテリアルズとパロアルトネットワークスですよ。でアプライドマテリアルズね、 A マットに関してはいい数字発表すると思うって言ってるんですよね。ただしアナリストっていうのが半導体について懐疑的になってて、だから会社側がアナリストにどう対処するのか、どういういいことを言うのかっていうのが問題なんだと。ジムクレイマーね、自分はアナリストの半導体業界への懐疑的な見方っていうのは古代妄想だと思うけども、だからといって、自分がそう思うからといってアナリストが懐疑的な見方をやめてくれるわけじゃない。半導体ちょっとどうなのかなっていうことですよね。であと最後のパロアルトネットワークス、サイバーセキュリティ壁ですよね。ジムクレイマー、ハッカーが東海岸のガソリンをシャットダウンした、この前にも言っただろうって言ってて、僕も前の動画でやったと思いますけども、こんな中でサイバーセキュリティ株に興味のない人なんかいないだろうと、自分は素晴らしい数字発表すると思うよって言ってるんですよね。はい、で金曜日なんですけども、金曜日はディアーの決算発表あると。農業危機ですよ、ジョン・ディアー。でジムクレイマーね、この決算ブローアウトなものになると思うと言ってるんですよね。もうアップサイドサプライズだと思うと。だけどこの決算の前に穀物市場が崩壊しなければいいよなって言ってるんですよ。やっぱこういうね、農業系の会社にとってはコモディティの動向、これ大事だから、それを注視しないといけないと。コモディティ下がってたりするから。だけどジムクレイマーね、ここ10年で最も強い農業サイクルが来てると思うよって言ってるんですよね。だからね、ディアめちゃくちゃ上がってますし、ジムクレイマーこっからも行くんじゃないかと。ここ10年で最も強い農業サイクルですよ。で金曜日さらに言ってるのが VF コーポレーション、これね、株価こうなってますけども、まあ、ずっと横ですけども、ジムクレイマーね、今の株価っていうのは適正レベルだと思うと。このアパレル会社、安定性に欠けるところがちょっとあるから、だからコールズとかターゲットの決算発表、これがどうなるかっていうのでちょっと左右されるかもしれないなって言ってるんですよね。で金曜日最後に言ってるのがフットロッカーですよ、靴の会社ですよ。
ジム・クレインはね、中国問題の懸念があるナイキが心配だから、こっちにしようかなって思ってる人もいるかもしれないよなと。でね、フットロッカー、もうね、ここまで大きくね、株価上がってきたんだよねと。そうですよね、すごい伸び見してますよね。で、この金曜日もプラス 4.67% ですよ。でね、このフットロッカーね、モールに入ってるやつなんで、リオープニング株なんですけれども、ジム・クレイマー、そろそろ、リオープニング株、期待すごい高いけども、あれ、意外に業績伸びなくない的な、そういう心配がね、出てきてもおかしくはないんだけども、フットロッカー、そういう心配が出てくる前に、あと一伸びはすると思うよって言ってるんですよね。ということで、今週もね、楽しみですよね。この週で注目なのは、コンシューマースペンディングだと。消費者がどれぐらいお金使ってるのかと、それが注目なんだと。家でも、外でも、モールでも、どれぐらいお金が使われてるのか。で、リテールは総じていいだろうって言ってるんですよね。政府から1400ドルのチェックが入ってて、その効果も出る頃だし。ただ、どのリテールがいいのかなと、そういうのを考える前に、その株がこれからどこに行くかだけじゃなくて、どこから来たのかと、そういうことも考えなければいけないよって言ってるんですよ。いくつかの株っていうのは、もうかなり上がってて、決算前に。で、対照的にね、まだそんな上がってなくて、追いつこうっていうフェーズのやつもあると。だから、追いつく余地を残してて、上がる余地を残してるやつと、もうかなり上がってるよなっていうやつがあるから、だから、ジム・クレイマーはいつもね、株がどこから来たかは関係がないと。こっからどうなるのかっていうのが大事なんだってずっと言ってるんですけども、今回は、結構今までの状況とか株のね、動きで、上がってしまってるやつと、まだ全然上がってないやつと、それあるんで、そういうのも加味しながら買うかどうか決めてくださいって言ってるんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずコントアブランズは好きやでということで、これね、アパレルメーカーですよ。リーとかのデニムブランド製品の会社ですよ。で、ジム・クレイマーね、自分はデニム信じてるから、この会社好きだよって言ってるんですよね。で、この会社も好きだし、あと二つね、これらもいいと思うよって言ってるのが、リーバイスもいいと思うと。あとはギャップもいいと思うよって言ってるんですよね。全部ワークすると思うよって言ってるんですよ。はい、次。ジンガは買い時だということで、これね、オンラインのね、ソーシャルゲームの会社ですよね。ジム・クレイマー、ついにこの株を買う正しい時が来たかもしれないなって言ってるんですよね。ちょっとでもいいから買ってもいいんじゃないかと、視聴者の人質問してるから言ってるんですよ。今ね、自分がね、こういうこと言うのは、いまいち信じられない気もするって言ってて、ジンが別に進めてこなかったですから。だから今はね、すごいいい状況だから、今買ってってもいいんじゃないかなって言ってるんですよね。はい、次。フォンティエコーポレーションは A でということで、これね、輸送関連のソリューションプロバイダーなんですよ。輸送とか移動インフラ関連で、そのための機器とか製品とかソフトウェアとか、そういうのをやってる会社なんですけども、ジム・クレイマー、いいビジネスだと思うって言ってるんですよね。いいんじゃないのって言ってるんですよ。はい、次。スポーツエンターテインメントアクイジションは A でということで、これね、スパックなんですよね。で、この後の読んでスパックかってことなんですけども、これね、何と合併するかっていうと、スーパーグループと合併するんですよ。で、スーパーグループね、オンラインスポーツベッティングとかオンラインゲームの会社なんですよね。それと合併するスパックなんですけども、ジム・クレイマー、今この10ドルのレベルだったら、もう買いだと、バイバイバイって言ってるんですよね。はい、次。ディスカバリーはただ OK だと。これね、ディスカバリーチャンネルとかやってるメディア企業ですけども、これね、ここですよね。ドーン落ちたの。これ、アルケゴスショックですよ。ジム・クレイマーね、ただ OK だと思うと。で、英語で OK って言うと、それはいいっていうよりは、まあまあだなってことなんですよね。まあ悪くはないよねってことで、ただ OK だと。自分にとって買いを進めるほどいいとは思わないって言ってるんですよね。はい、次。エナジートランスファーよりはってことで、まあこれね、石油とか天然ガスのパイプラインの会社なんですけども、これね、素晴らしい上がり見せてますよね。で、ジム・クレイマー、この業界ね、みんな上がってるんだと。で、このパイプライン系で言えば、この会社っていうのは自分のお気に入りじゃないんだと。自分が好きなのは、例えば、キンダーモルガンって言ってるんですよね。これもね、よく上がってますよね。もしくは、ってもう一個挙げてて、エンタープライズプロダクツパートナーズ。自分はこの ET よりは、KMI とか EPD の方が好きだと。だけど、視聴者の人が言ってる ET もワークしてるよって言ってるんですよ。今ね、業界全部上がってて、
それはね、みんなパイプラインの ETF とか買ってるからなんだけども、ジム・クレーマー、自分としては業界の中でベストの会社、これ買った方がいいと思うから。だから ET よりは KMI とか EPD だよって言ってるんですよね。はい、次。ハイアットホテルズよりはということで、この会社もね、ジム・クレーマー、OK だと思うけども、グレートじゃないと。で、自分はこの会社も、すごくいいかどうかっていうのは分かんないよって言ってるのがマリオットなんですよ。ハイアットとかマリオット。まあ、ホテルブランドですけども、OK だと思うけども、グレートじゃないんじゃないかと。で、なぜならばってジム・クレーマー言ってて、自分はこっちの方がいいと思うからだって言ってるのが Airbnb なんですよ。これね、5月13日に決算発表あってね、売上は予想714ミリオンのところを887ミリオンでビートしたんですけども、EPS はね、全然ミスしましたよね。予想マイナス 1.19 のところをマイナス 1.95 と。ただジム・クレーマーね、評価高いんですよ。まあ、決算後ね、別に株価上がってないですけども、CEO のブライアン・チェスキー、素晴らしい仕事をしてると。で、唯一の弱点っていうのは海外ビジネスなんだけども、それもね、今の悲惨な COVID の状況が落ち着いたら回復していくだろうと。自分は今ここでね、Airbnb を買った方がいいと思うとジム・クレーマー言ってるんですよ。Airbnb 進めてるんですよね。で、Airbnb に比べたら、ハイアットとかマリオット。まあ、OK だと思うけども、グレートじゃないと思うって言ってるんですよね。はい、で、最後なんですけども、ラダ・エレクトリック・インダストリーズは、ということで、で、この会社ね、イスラエルの兵器会社なんですよ。防衛エレクトロニクス請負企業なんですよね。で、イスラエルとかね、今すごいことになってますけども、ジム・クレーマー、兵器会社っていう意味では、自分はこっちの方がいいと思うと言ってるのがレイセオンなんですよね。で、レイセオンの方が株価が安くて、ビジネスは分散してて、で、成長のパワーがあると思うよって言ってるんですよ。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。で、このライトニングラウンドに関しましては、5月の前半のまとめ、サブチャンネルの方に上げましたので、いっぺんにまとめて聞きたい方はぜひ見てみてください。あと、毎回言うのもあれなんで、サブチャンネルが出てきた時に言うようにしようかなって思ってるんですけども、いつも投げ銭いただいてる方本当にどうもありがとうございます。投げ銭に関してはね、もうすぐね、ハーブティーとかに使わせていただいてるんで、飲みながらね、これ作ったりしてるんで、本当にどうもありがとうございます。ということで、これからもジム・クレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、で、今回の英語なんですけども、火曜日にホームデポの決算発表あるよなっていうところで、ホームデポの株っていうのは決算に向けて上がっていく傾向があるんだと。そういう嫌な傾向がある。だから月曜日も上がったら、火曜日の決算後、セルオフがあるかもしれないから、もしそこで売られたら、いい買い場になると思うよと、そう言ってるのがこれです。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. はい、言ってますよね。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday,The stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. 長男次男どうぞ。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. 宇宙人いると思う？いないと思う。いや、いる。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. 宇宙人いると思う？いない。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Nasty なんですよ。Nasty。で、これはね、すごいネガティブな意味なんですよね。どういう意味かっていうと、胸が悪くなるほど嫌とか、不快とか、汚らしいとか、意地が悪い、立ちの悪い、卑劣な、そういうことなんですよ。まあ、全部ね、ネガティブな意味ですよね。まあ、だから、不快なとかね、あと、意地悪なとか、失礼なっていう感じもあるんですけども、まあ、例えば、There's a nasty smell in the room. その部屋で不快な匂いがすると、nasty smell。不快な、嫌なってことですよね。とか、Don't be so nasty to others. 他の人にそんなに意地悪をしないのってことですよ。意地が悪いとか、嫌なとかね。
で、大体悪い意味なんですけども、スラング的にはね、すごくいいっていう意味で使うこともあるんですよ。例えば、He's so nasty at the soccer. あいつマジサッカーやばいなーってことですよ。やばいぐらいいいってことなんですよね。もうえぐいってことなんですよ。だからスラング的には、ネガティブなところはひっくり返ってめっちゃいいっていう感じにもなるんですよね。まあ日本語だとね、ほんとやばいとかそうですよね。いい時にも使いますよね。やばいとかえぐいとかね。で、ちなみにね、ナスティ、スラング的にはエロいっていう意味もあるんですよね。ナスティ、失礼とかね、そういうね、ネガティブな意味あるんですけども、そっから転じて下品的になって、で、そっから転じてエロいっていう意味があるんですよ。だから例えば、She's a nasty girl っていうと、スラング的にはね、彼女はエロい女の子だとなるんですけども、ただナスティ、意地の悪いっていう意味もあるんでね、意地悪なやつなのか、エロいやつかっていうのは、まあそれは文脈によると。まあでも大抵はね、本当にね、ネガティブな言葉なんですけども。だから、ジュム・クレーマーね、ホームデポは嫌な傾向があるんだと。ナスティハビット。嫌な傾向ってことですよ。ホームデポの株っていうのは、決算に向けて上がっていくという嫌な傾向があるんだと。だから、火曜日に決算あるけども、もし月曜日も上がったら、火曜日の決算後、セルオフがあるかもしれない。売られるかもしれないから、もしそこで売られたら、あなたが買う好機だよと。パウンス。急に飛びかかる。吸収するってことですよ。もし落ちたらそこで飛びかかって買っていいんじゃないかと。そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. 宇宙人いると思う？いないと思う。いや、いると思う。いるの？うん。どこに？いや、いるでしょ。だって、宇宙ってどんぐらいあんの？距離あんの？めっちゃでしょ。でもどんぐらい？めちゃくちゃでしょ。めちゃくちゃ広いでしょ。めちゃくちゃ広かったらどっかに一人宇宙人いてもおかしくなく。一人ぐらいいの。おかしくないでしょ。どんなやつがいると思う？わかんない。DNA ある ?DNA? あるんじゃない？え、同じなの？地球上の生き物と同じなの？地球上の生き物 DNA あるじゃん。うん。同じなの？いや、ないと思うじゃん。ないの？うん。もう全然違う。え、知らんの？もう根本から違うやつ？うん。どういう見た目？いや、見たことないからな。どういう見た目とか、いろんなあるからね。本当にいる？いや、いるよ。加藤さんいないと思うけど。あ、なんで？そんなちょうどいいとこないと思うから。どういうこと？生き物が生きるってほらちょうどよくないといけないでしょ、うん、ゴルディロックスじゃないといけないでしょ。うん、ある、うん、宇宙広しとはいえ、いやだけど宇宙これ今ガラクシー一つあるじゃん。でその中にいるじゃん、ね、いるね。そのガラクシーもいっぱいあんねん。あるあるある。その中に太陽一つあって、うん、その他にいろんな星が浮かんでんのおかしくないわけ、うん、おかしくないね。それの中で、うん、地球、うん、みたいにちょうど距離がいいとこって、うん、あってもおかしくないわけ。おかしくないおかしくない。でそこに水あるっていうこともおかしくないわけ。あ、水あってもおかしくないね。っていうことはそこに生きれる生き物いても別におかしくなくない？おかしくないおかしくない。じゃあなんでいないと思うね。いないでしょ。いやなんでよ。Home Depot has a nasty habit of having its stock run into the quarter. So if it has a good day Monday, the stock might sell off after the quarter and that's your chance to pounce. 宇宙人いると思う？いない。いないと思う？うん。こんなに広いのに？うん。宇宙めっちゃ広いの知ってる？うん。いないの？いない。だって今地球あるでしょ、うん、そ太陽系でしょ、太陽の周り回ってるでしょ、うん、でそういうやつがさ宇宙にいっぱいあったらさ地球みたいな星あるかもしんないじゃん。怖い。怖い、うん、いない、うん、宇宙人いない、いない。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!